とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。タワー第2章、安定してクリアすることができるようになりました。難易度的には、最初のやつよりも若干難しいかなぐらいで、そこまで難しくはないね。慣れてしまえば。あと、30回のボスは、以前よりも弱くなった感じがします。ということで、今日タワーを3周回って何が出るのか、やってみましょう。もう最近ね、全然いいのが出てないので、そろそろいいのが欲しい。いけ。もう余裕だね、本当に。強化ゴーレムで、もう弓をバシバシ打っとくだけで、ほぼ勝てるんで、超余裕だね。で、これで、ね、召喚してきたところを愛のメダルで拾って攻撃してもらうと、もうただこれだけでいい。お得なボスですね。よし、はい、余裕。地雷は全然いらない。地雷を持ってると逆に道中が難しくなるんで、ない方が俺はいいと思いますけどね。とりあえず一発目クリアです。来てくれるかな、防具。なんだ、ちょっと微妙だぞ。ハープクロス、いやでもマルチショットがない。黄金だけども爆発1か。いやーハープクロスに爆発は結構合うけども、微妙だね。テンポセフト虚無、一番左が良くない。輝く、あ、これは、マルチショット、浮遊攻撃、クリティカルで、まあまあ、これ OK。で、骨は良くないね。あ、なら、ここはもう、輝くハープ。これで間違いないですね。じゃあ、残り2周も、行ってみましょう。2周目なんだけども、なぜか29階の、金細工職人が、話しかけられない。なので、ハープクロス棒が、85のまんまだね。え、マジで？じゃあもうこれ、近接でぶったたいていくしかないよね。まあまあまあ、多分問題はないと思うんだけども、こんなこともあるので、注意してください。まあ、注意しようがないね。注意しようがないけども、たまに金細工職人は、話しかけられなくなるっぽいです。あ、これきついわ。ああ、そうね、むしろ弓で攻撃していった方がまだマシかな。これきつ、やば、これちょっとやばいかもしんない。いや、いけるか、問題ね。いやいやいや、やっぱ結構きつい。いやー、マジか。 OKOK、ゴーレムちゃんの頑張り次第だ。よし、オッケー、いけ。よし、オッケー。なんとかみんな頑張って、なんとか踏ん張ってくれ、頼む。いやー、やっぱりね、弓の威力が低すぎるから結構きついわ。いけ。いやー、オッケー。ふぅ、あ、押したちょっとギリギリでしたね。では2周目の報酬なんでしょうか。いいやつ来て。パワーが269だぞ。え、なんで、え、どういうこと。263なんだけども、え、なんか今回269が出たぞ。え、なんで、いや、わかんないけども、269の装備が出てきました。でも防具は点で使えないんで武器にしとくか。テンペストナイフで攻撃力が120万って、これすげえな。
で、エンチャントは、まあ若干微妙かな。まあいいや、とりあえずこれにしときましょうか。なんでこれぐらいのパワーが出た？今回は、金細工職人は、いましたね。輝くハーフクロスボウをパワーアップしております。もうこうなってしまうと余裕だよ。さっきはちょっとなんか、イレギュラーな感じだったけども、これさえ揃ってれば、もうほんとなんてことない。超余裕。ゴリ押し。できたら、愛のメダルで。おー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 おお。余裕だよ。早いもんね、倒すスピードもさ。うん。で、さっきと同じぐらいのね、270とか出れば、びっくりするけどな。さっきの何だったんだろうね。たまたまか。次は？263だ。いらないね。いや、もう、しょぼすぎるって。報酬がしょぼい。なんだいこれは。バーストゲール号は、ロールチャージもともとついてるんで、クールダウンショットあればね、まあまあ、使えなくもないやつなんだけども、そもそもクールダウンショットがつかない。あれ、なかなかつきにくいもんね。あのエンちゃんはさ。ここはもうレッドスネークしようか。レッドスネークして、ダイナモクリティカルオーバーチャージ、うん。そうすれば多分1億ぐらい出せる弓が出来上がるでしょ。もうそれでいいや。他がいいのがないもん。はい。ということで今日はタワー第2章を3周やってみました。なんかちょっとおかしかったんだよな。最初は、これだよね。輝くハープクロスボウ。うん。これ普通だわ。で、2回目が、なぜか269の装備が出た。なんだ？なんでだ？なんかあったんだろうね。269が出ました。そして次が、レッドスネーク。だね。269の強さってどれぐらい強いの？ 263 が、93万。120万。あー、だいぶ違うね。攻撃力は結構違います。でもまあそう強いやつじゃないからさ、使うことはないと思うけども、まあ一応取っときましょう。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。